日本が誇る3階級を達成したボクサー長谷川穂積、無限の連打、芸術的カウンター、水をかくような超高速の拳、バンタム級世界タイトル柔道防衛、飛び級でフェザー級タイトルダッシュ、スーパーバンタムに挑戦するもロープに押し込まれ敗北。最後の戦い、168センチの穂積に対してルイス175センチ、左アッパーで膝が揺れロープに押し込まれ絶体絶命の中、連打の隙間付きカウンター、さらに反動をつけての右左のクロス、連打は止まらず、そこに無限大の文字を浮かび上がらせ、顎を捉え鼻を打ち据え骨を8箇所も骨折させた。スタミナ、スピード、テクニック、何より勇気を持った長谷川穂積しかできるジョルトのカウンターでのオリジナルデンプシーロール。